もしもし、何してんのバカ。あれ、あのね、今日はね、風速300メートルのね、爆発の目見ました。俺ね、多分ね、性格はこんな性格でしょ。もう大富豪になりますわ。俺、ゾゾタウンともね、俺、あそここれ、落ちましたわ。俺、落ちたのがね、あれ、落ちましたわ。首。あれ、首ですわ。日光ね。あれ、日光いいんですよ。こう、生活安定してる。だからね、人間はね、それとね、一つ思ったことある。俺、ワードプレスとね、広告コムのちょっと金買ったんですわ、ツール。そうするとね、今度生活に響いてきてね、だからね、やりくり難しい。わし、生活保護ですよ。生活保護でね、だいたいこういう格好になったの、助かるわ、俺。俺、若い時ね、ここに来た時ね、最初の服にね、2万ぐらいの服見たらね、あのおばちゃんええな。女って服装で変わるんですよ。孫にも衣装。ね。高校生、中学生。今頃こうスタイルがええな。あの単車は死ぬ。俺ね、原付ね、6年乗ってんですわ。ペペオス、おいしいの。俺で人間ね、高速通り僕。今日はね、ここでタバコを買ったな。俺で若葉、違う、タバコを買って、俺本当に言うたらね、タバコ5ついるんですわ。ね。だからこのやりくり。今1個しか買えないでしょ、若葉1個。ん？あったか。若葉1個と、ん？若葉1個と、ね。これね。落とせよ。若葉1個とメビウスしか買いません。おったね、今日ね、計算しとったらね、2000円ぐらいあったんですよ、2000円。つうことは、タバコを5個買ったらね、お35で残りおかずがないでしょう。だから今日ね、予定がね、タバコを3個買おうと思ったら2個なりましたわ。だから難しいんですよ。あのぐらいの年をちょうど俺らに引っ掛けようと思ったら難しいんですよ。ちょっと僕、スタイル悪いな。で、昭和の人間やけど、背が細いね。おいでね、街に一人人はね、遺伝子がいい。まだ堺の方は1メーター50とか、路人みたいなもんですよ。ほとんど。これ難しいな。ほいでね、与沢君とかあるでしょう。このお金持ちね、1億以上。これね、これ、多分家でしてますわ。カチャ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 。